はい、鶏もも肉で今日は1羽です。余分な油を取りました。まずタオルを切ります。はい、8等分に切りました。ここに砂糖と醤油を入れていきます。はい、ここに鶏を漬け込みます。そして揉んでいきます。鶏も肉に吸わせるように醤油と砂糖で吸わせるようにしていきます。はい、ネギはたっぷり用意しました。はい、OK です。はい、生姜です。皮の部分は中に水気を抜いた焼き豆腐です。今日は具沢山の豆腐。はい、今日は芋きです。ありませんでした。たっぷりです。はい、 OK。 はい、ごま油入れます。そして鶏肉漬け込んでください。はい、焼き目がついたようですから、ここで鶏を入れます。鶏は鶏肉の間に入れ、砂糖醤油を加えます。焼き目がついてきました。はい、ここに芋の開きをたっぷり入れて焼き豆腐です。はい、これで大雑把にな。鶏肉を香ばしく焼けます。はい、ここで水で半分に浸って、そしてみりんで、はい、これで生姜の皮の部分を半分入れていきます。はい、卵を2個大雑把にして、
入れていきます。はい、はい、最後に生姜を散らします。今日は食感が残るの千切りにしました。はい、完成です。はい、盛り付けです。はい、生姜を上にのせます。はい、OK、 完成です。はい、ネギを切っていきます。3本です。結構たっぷりですね。もう一回もう一回いきましょう。はい、 OK です。はい、で塩、お酒一杯、水を半量入れます。はい、入れました。そして蓋をして煮立たせます。ここで15分煮ていきます。はい、生姜です。マリネの最後に入れます。はい、マリネをごま油、そして酢ですね。これを準備しておきます。はい、10分経ちました。ちょっと調理します。はい、 OK。そして生姜の千切りを入れます。そしてこれを蒸します。粗熱を取ります。はい、粗熱を取りました。これを器に盛ります。はい、ごま油です。そして酢です。はい、これで完成です。 OK。